こんばんは。なんかやばい、鏡なんかある。やばい、なんかやばい。ちょっと待ってよ。私の配信先が悪かったね。なんか鏡ある、やばい。ちょっと待って。やばいって、どうしよう。え、どうしよう。こことか逆に。いいかも。この辺に配信先を決めました。あん、いいか。なんか独特すぎるか。配信の場所が独特すぎてるな、私今日。恥ずかしい、何これみたいな。で、ちょっと独特すぎてる。ここがいいんだけどね、鏡があって怖いんよ。こうしたらいいのか。ここに置いて、よいしょよいしょ。配信先が難しいわ。うん、こうしよう。こんばんは。ふくちゃんのね、配信ルームもね、ちょっと行かなきゃいけないから。今ふくちゃんがね、お弁当温めてきてくれてんのね。わー、ちょっと待って。ゴードライブありがとうにして、ああすごいね、なんか変なこと言っちゃった。ゴードライブありがとう、ニコニコ。そう、ちょっとふくちゃんの方に行ってみもいい？真っ暗になってた。ごめんね。痛かった。いや、おお。そう、ふくちゃんの配信ルームに出てきた。よし。うん。今日はですね、なんだっけ。なんか言いたことがいっぱいありすぎて頭がちょっとパンクしておりますが。今日はですね、あ、ジムがあった。動けるなって、これ食べた後。え、本当にありがとう。あったかい、でしょ、幸せ。本当にありがとう。うん、はあ、配信出たよ一瞬。ありがとう。やけ切れてないよ。切れてないです。みんなびっくりしたと思う。なんか突然のふわふわも場所。確かに、ふわふわがやってきた。本当に幸せかもね。どうしよう。ありがとう、ジョジョ園。ジョジョ。そう、今日お弁当ジョジョ園なんですよ、皆さん。皆さんがね、これも、七並べイベント応援してくれたおかげで、美味しいご飯が食べられます。ありがとうね。感謝感激。感謝感激。あ、ごめん、ジュンめっちゃ食える。ありがとう。マジかよ。ね、マジなんだよ、このお弁当。ジョジョ園なの。やばいやろ。広島に帰りましたか。なわけなわけ。あ、元レナさん推しとしてはひなちゃんのソロがよかった。そうなの、今日はね。なんかいっぱい話したいことあるんだけど。カレーハのステーションをね、ソロで披露させていただいたんですよ。私がね、ありがとうございます。リクエストした、嬉しいですですけど、リクエストが通りましてね。ひなちゃん、タレがあるよ。え、かけた方がいい。本当だ、うん、お箸にあった。危ない危ない。まだタレを見逃すことです、ね、まだ食べてない気よかった。ちょっとお洋服汚したくない気。これつきよ。もっぱんが始まるんかみたいな。もっぱんやん。よいしょ。キムチ
チのいい香りがします。紙エプロンだよ。そう、あ、お弁当見せてないか、まだ。ちょっと待って、タレかけるわ。美女よくして見せるわ。ありがとうね、今日来てくれた皆さん、現地で見れてよかった。なんか今日のライブは本当に見に来て大正解だと思う。あんなに可愛い衣装着た STU メンバーが見えるのは本当にこのライブが最初で最後なのは嫌だが、やめて。うん、最初で最後じゃないから。うん、絶対にね、絶対に大丈夫だよ、きっと大丈夫。うっ、きっと大丈夫だよね。まよいしょ。でも本当にね、あの似顔衣装着ることなかなかないから、スケイさんともね、ライブすることなかなかないから、みんなにもジャジャネンあげよう。本当にね、今日来た人は本当に良かったと思うんだ。うん、どうぞ。衣装本当に可愛かった。もうあんなに可愛い衣装が着れて、なんか泣きそうなくらい、あのアイドルができて幸せなの私は今涙、感謝感激。多分壇上に反映されてると思う。はい、ということで、じゃーん、今日のお弁当です。キャーン、キャーン、まあまあ、みんなのおかげで食べれます。ごめん、長いこと待った甲斐があったね。ね、このライブもね、開催がちょっと延期になっての開催だったんだけど、本当にね、できてよかったね。温まってる。いただきます。なんかでもね、箱がめっちゃ熱かったけどね、温めすぎかなと思ったけどね、中身は言うてかも。うん、温まってる、大丈夫。うん、あったかい、うん、よかった。おひなさま今日やばいぐらい可愛かった。そして美味しそうありがとう。今日私のこと初めて見たよっていう人もね、今日からぜひ押していってください。ちょっとでもいいんでね。でも SKE のメンバーさんがいっぱい、 SKE さんとね、見学、あの兼任でもいいんでね、ぜひぜひ押してってください美味しいです本当に美味しいです。なんか、はい、食べつきご飯、今日のためにね、むくまないようにね、この3日間ぐらいは一生懸命3日間だけ3日間だけはね、一生懸命頑張ったんだよ。本当に食べるもの気を使ったんだけど、そう、なんかぼやけてる、今日なんかぼやけてる顔と認識されたら幸せ、今炭水化物食べれて幸せよ。うん、うまっ。今日のセットリストは、まずハッピーランキング SKE の昔からの知り合いたちでめっちゃ紹介しといたって、ありがとう。ハッピーランキング SKE48 イメージから SKE48 いっぱい宣伝しといてね、日の中とみんな。ユニットコーナーウィンブルドンに連れて行って、こういうのドリーム、うん、これ出ました。やっぱり衣装はミニスカが可愛いね。めっちゃミニスカだったでしょ、今日。バズーカ砲発射。すごいんだからね。天使の尻尾、ポンポメントプライド、カルカテステーション、また、ハートアートウイルス、これ出ました。あの、なんだ。そして息をする心、青春の宝石。またね、期待。暗闇、完成可愛い。あんなに可愛い衣装。無意識の色。目に焼き付けました。よかった。ペダオクサイント今日だけは本当に目に焼き付けてほしいでしたそんなライブでした、うん、ミニスカ似合う本当に、うん、確かにあんま見せないからね、レアですよキムチ、ありがとう。うん、ペンセトリね、
ばんは。無意識やったの見たい。うん、無意識やった。無意識は本当にバキバキに踊ってやったぜって感じ。ベッドレッスン大変、レッスンも大変っていうか時間なかったかも。雨踊り準備、うん、弟ありがとう、10個ありがとう、ありがとう準備。自分的には、まあ、ランキングがねバキバキになっちゃうよかった、嬉しい。リクエスト曲が入ったわけじゃないんですけど、スキーさんはさすぐバキバキで踊られてるから負けないようにバキバキで練習しまして、本番もバキバキでやりました。まあ私がスキー彼を歌ってるのを見てお話し会行きたくなりました。おいでおいでおいで、楽曲で、うん、初めて SKE さんの買った CD がお気に入りだったんですよ。でお気に入りの参加は来ると予想してなかった。たまたま買った曲に入ってた曲が、はい、参加は私がリクエストしました。めちゃめちゃさ衣装がさ、あの特別な衣装を着させていただいたの。あのね、そうあのなんかキラキラな本当になんだ三世界の紅白、今回センターでやれて紅白の衣装って書いてあったから、紅白の衣装ってなりましたもん。私いいんですかそんな紅白の衣装着させていただいちゃってっていう感じで幸せです。うん、えみさんありがとう。そうキラキラのやつ、そうそうそう、そうで、あみちゃんにめっちゃ感謝されたよ。ありがとう、これ私も着たかったの。今日ファンの席はね分かれてなかった、一緒になってた。どうぞ。うんうんうん、うん、うん、話したいことあるの食べちゃってごめん。ちょっと一個ずつ答えていくね。 SKE のメンバーと仲良くなりましたかという質問に、そうなんですよ、あの結構いっぱいね喋らさせていただいて、特に里香穂さん、あの本当になんかフェロモンをずっと出してて、あみちゃんの LINE はもう5年ぐらいなんか持ってる。そう、あそうカホリンって呼ぶようにしたんですよ私。カホリンって呼んでって言われたので、カホリンってもう本当にずっとフェロモンが出てて、なんか本当に憧れですね。推しメンです私の軽率、軽率に推しメンにしちゃいました。今日から私 SKE さんではあのカホリン推しです。ほんまに可愛いしセクシー、うん、そうちょっと仲良くなれたんじゃないかなと思います。同じね、あの ST48 と足並べでは1位だったんですけど、私がその ST48 の大富豪終わらないの大富豪ではちょっとカホさん、カホリン1位だったので、それで結構話すことも多くて仲良くなれたんじゃないかなと思います。はい、ひなちゃんがレナさんにスペクトだって初めて知った、次のお話からレナさんの話しよう、えしたい。もう私すごいね、あの本当に好きなの、夏井レナさんのこと、なんか SKE さんができたみたいな頃からもうずっとずっとラブほんまに良さを語り合いたい。今日のお話たくさんしたからお話し会買い増しするって嬉しいね、いっぱいしたい。ひなもなんかもう足りんのよ、そういっぱい話したい、みんなと声出していこうでとか、秋元康さんのそう曲じゃない、そうなの、あのねすごいね、あのあの私は今ももクロだと思ってやりました今日あそこの寸切りで気持ち大事だから、やっぱり私はももクロだと思いながら声出していこうでやりました、ももクロさんうん、ST の話からも行ってみようと思いましたって嬉しい、お待ちしてますよいつでもひなちゃんで、いいねあライブから帰ってきて僕も今ご飯中だよって一緒だね、やばい、いっぱい食べて、嬉しかったな、声出していこうぜね、ね
え、私一番かけてる？あ、そう。ねえ、あれ最高すぎる。もう楽しいかった。ひなは自分がももぐろさんだと思って踊ったよっていう話を今ちょうどしてたの。めっちゃわかる。ね。超楽しいよね、結構。ウィンブルドンってさ、ウィンブルドン、え、ウィンブルドンに？ん？ウィンブルドン、え、連れて行った。あ、ウィンブルドン、A やね。ウィンブルドン、A か。うん。ありがとう。いいえ。一緒に来た SK ファンの子がピンク黄色にしてくれてたって、ありがとうペンライトもね、ピンクと黄色ね。あのポジションがすごいババババポジだったんで、マヤさんにごめん声出してくれて、マヤさんポジですって。そうなの。あのそう、本当にピンクと黄色、なんか私が思ってた以上にピンクと黄色を振ってくださるファンの方が多くて、すごい安心しました。ありがとうね、来てくれて。なんかね、全然私のペンライトカラーなかったらどうしようってすごい思ってたの。だから、うん、ピンクと黄色が思ったよりも言ってくれて嬉しかった。泣きそう。ありがとう。足場の足ですね。ね、参加のコール&レスポンス楽しかった。ただいま現地から帰宅しました。お帰り。なるほどな。えちえちお姉さんね、あのさ、かほりんのさ好きな言葉がえちえちなんだよ。あのプロフィールね、見させていただいたんですけど、かほりん好きな言葉えちえちって書いてあった。すごすぎる。うーん、サトカホネックスね、ふくちゃん見てた。ほんと全然 SNS 見れてない。ねえ、サトなわけーってたくさんあーついてるよって。いやねえ、いやでもさ、みんな都合とか合わなかったりさ、さすがに横浜までは行けなかったりみたいなあるじゃん。いやだからさ、すごいね、不安だったの。え、ピンク黄色ガンガン振りまくりました。本当にだからありがとう。めっちゃ頑張っていっぱい覚えたの、みんな褒めて。髪ツヤツヤ可愛いって嬉しい。今日は外羽さんをしてもらっておりました。ちょっとね、だいぶライブ終わりなんでね、ボサボサになるんですけど。あんまり影響されないようにって。ありがとう。照れる。カレアのステージは表現力ありすぎてほんまに聞き入っちゃった。嬉しい。もう家で100万回ぐらい自主練したんじゃないかっていうくらい。大変私ソロで歌うのレッスンなしでやった曲とかもあって、今日何年か前の TGC 以来だったと思った。でもやっぱ何億年ぶりのソロで歌った。可愛い衣装を、しかもあの時も天使の尻尾をねソロで歌わさせていただいたんだけど、なんかワンハーフよりももうちょっと短いバージョンの披露だったしさ、ソロ曲じゃないじゃん天使の尻尾、3人曲はさ1人でやるみたいな感じだったんだよその時。だからこんなちゃんとソロ曲をソロで披露みたいなの初めてだったかも。よく乗り越えれたなと思うし、うん、なんか成長できた。あ、岩田ひなちゃんしか見てなかった。ありがとう、この光をくださって。幸しい。あ、無理やり休みました。明日飛行機で出勤ね。本当にありがとう、来てくれて。ラブ。本当にそう、楽しかった。スカート短かったね。ドキドキしちゃう、うん、そう、岩田ひなマジ輝いてました。いい、てれてれ。ありがとうね。今日のライブ行くのに、うちは新調したよって。あ、そうなの、慎重してくれてたんだね。本当にうちはもね、バッチリ見えておりました。ハッピーランキング、え、50万ポイント出せ、ありがとう。え、待って待って、私だけなんじゃない。ひなちゃんセンターでの当時びっくりだったし、センター楽曲たくさんで嬉しかったね。え、こんなにね、センター楽曲を今日いっぱい披露させていただいたんだけど、こんなに来たのは本当にね、あのみんなが私を七並べで1位にしてくれたからだよ。本当にね、ありがとうね。ありがとうございます。今日は本当にこんなに目立ってもいいのかって思うぐらいね、そう1位特権がいっぱいありまして。本当にね、もうファンの皆さんの感謝の気持ちでいっぱいでした。もうずっと楽しかったし、
ちょっと幸せだった。めっちゃ後ろなの見つけてくれて神って、ん？神とさせてください。見つけるよもみんなのことね。いっぱい見えてよかった今日は。来てくれてありがとうね。幸せ。ひなちゃん今幸せなの。うん。一にしてあげてよかった本当にありがとう。うん。本当にひなちゃんのファンの皆さん、うん、あの私はもうお礼を言わせてください。ひなちゃんを1位にしてくれてありがとう。ありがとう、うん、ひなちゃんがこういう全力アイドルできる機会をもっと作りたい、うん、しやっぱ今日で終わらひなちゃんの、ねうん、ひなちゃんがしたかったのは多分今日みたいなこういうことなの、うん、アイドルになって、うん、今もしてくれたのも素晴らしいけどまたこういうことができるように、うん、ファンの皆さん頑張ってください。そのね、もう第2回があったらね、ぜひともね、またね。なんかもうみんなこれがしたかったんだなっていうのが今日すごい見えたの。いや本当にメンバーがしんどいのにこんなに頑張れたのってやっぱ、うん、キラキラ感だと思うから。いや本当にね、そうなの、本当に感謝感激。いや本当にふぐちゃん超絶早口言えてる。いやそうだよ、私今日ずっと早口だったやろ全部。でも確かにどこいるの早口みたいな。本当にこのみたいな。ひなちゃんがそうマジでそうあれ今日オタクと同室ですかって。すいません、同室になっちゃった。笑い、うん、こういうのが見たかったって本当に思ったって、うん、いやマジでそうだよね、ファンのみんなもそう思ってたよねきっと。こういうライブをねそう届けたいよ私も。ねえ、うん、そうでも本当に本当に楽しかった今日、うん、楽しかったね。ねえ頑張ったね、うん、頑張った。あスルートのりょうさんタワーありがとう。ひなタワーがたったわ。ちょっとカキカキあるかも。ありがとう、コクコク、ありがとう。ホテルカキカキだから、ひなちゃん真ん中で可愛かった。そうなの、ひなちゃん真ん中に可愛いいなきゃ嬉しい。ひなちゃん真ん中で可愛いから、真ん中円盤が真ん中でしたね。でもテレビサイズで見れるからね。え、そうだよ、見てね、みんな。私も早く見たい。 TBS チャンネルさんね、編集頑張るって言ってましたね、言ってた、めっちゃこだわるみたいな、カメラ割り。うん、やっぱりひなさん王道ど真ん中が最高に合うからねって。これからも王道ど真ん中で生きていきます。あ、ポンタさんもレインボースターありがとう。キラキラありがとう。ひなさん、ひなちゃんがめっちゃ目の前に来て最高でしたね。いい席でした。あ、ごめん、お礼書きたいんだけど。あ、いけた。ちょっと筒字下手、今日書きにくくって字下手なんです。ママのお礼を書き書き中だよ。やってもいいけど、とりあえずもう一回このメンバーをありがとうわ。だって1年待ったんだよ私たち。ちょっとみょうさんありがとうわ。ちょっと薄くてごめん、ちゃんちゃんと書いてあるんだけどね。あの薄いから見えにくい、うん、ファンの皆さんも本当によく待ってくださったよ。うん、ST メンバーの美脚祭りに圧倒されました。マッチひなちゃんもST のね、本当に美脚祭りでしたよ今日は。うん、好きや、好きやで、ひなも。うん、いや岩田ひなが輝きすぎて文字見えなかったのが
すまんすまん、輝きが今日はちょっと抑えられないぜ。なんか変な感じ。確かによく考えるとどちらの拠点でもない。そうなのよね、そうなのよ。そう、横浜でも来やすかったのかな。関東のファンの皆さん来やすかったよね、きっと。更新でこの、ありがとう、うん、来てくれてね。瀬戸内から来た方もいるだろうし、きっとありがとう。私なんか配信なくて悲しかったけど、配信ないのも良かったのかも。なんか熱量的に現地でしっかり見てもらえて、配信っていうかまあ放送はあるしね、また。うーん、横浜からそこそこはスクセスいいな。よかった、助かった。うん、これ話してしょ、感動したねえ。枯葉いっぱいみんなが褒めてくれて嬉しいな。そう、ひなちゃんの今日の一番のドキドキは枯葉だったから。うん、みんなの全部ドキドキだったんだけど、エールが届いたよ。本当に私頑張ってよかった、逃げ出さなくてよかったです、うん。なんかちょっと逆サイドだったけど、まずく全然見てたよ私。結構あっちが多かったから、下手が多かったんだけど、上手のみんなもね、あのラブだと思いながら見てた。緑の頼りないといっぱい見えたし、2階も1階の奥の方もしっかり見えて嬉しかったですね。最高だよ。で前の方にはね、七並べで来てくださった。そう、2階もね、ちゃんとしっかり見えましたよ。ありがとうね、2階でも見てくれた人。2、3、4位がめっちゃ僅差。この白飛びやばいけど2位になってる。ありがとう、うん、嬉しい。膝を振る、つかふりつけて逆くん、何だったんだろう。待って、あ、ハッピーランキングです。あ、ちょっと待って、騒いでやった。今日騒がしくなっちゃうからよく落ちちゃうの。すごい、ごめんよ。1月27日、うんうん、TBS チャンネル、ハッピーランキング。踊ったらダメだ。ハッピーランキングね、膝を使うんですよ。あのサビでやんなんか膝をこう、なんて言ったらいいの、カパカパしないといけない。膝がこうなる感じになるんですよ。そう、こうなる感じの振り付けで、サビが。それでね、 CS チャンネル、そうやられてたの私の膝。さきさん、あのラブレターありがとう。1階の真ん中ぐらいだったんだけど、うちは見えた。もちろん見えたよ。1階なんかすごい見えやすくった、うん、なんか全員見えてた。みんな立ち見だったのにね、みんな見えてたよ。TBS チャンネル1。そう、大好きな人のセンター感動してよ。そうなの、私嬉しい。 ST の楽曲ではね、イメージからとペダルと車輪と来た道とと、大好きな人をねセンターでやらせていただいて、こんなにも3曲も死んじゃって披露しました。嬉しいね、みんなのおかげだね。するセンターでね、たくさんで踊りました。スカート短かったね、スカート短い。ひなちゃんも中出ししてないの、ごめんね。歌唱力ナンバーワン決定戦みたいな感じらしい。ジュジュエン食べ終わってないんだけど、なんか一旦話そうと思った。なんかご飯をちょっと食べて、あの一旦話せるモードになった。あのすごいお腹空きすぎて話せないモードぐらいのお腹の空き具合だったんだけど、うん、後で食べようかなって思った。セトリが気になる方はので、一旦ちょっと閉めて、あの想像しながらね、キムチぜひご覧くださいませ。よいしょ。もうめっちゃみんな頑張ったから、ね、あのゲームでは1位いけない。あれ大変やったな。なんかエスキーさん強すぎてびっくり。
なんでなんで毎回1だけを引かせるんだと思った。いえ、枯葉のテンション本物の松江玲奈さんみたいにして、そんな、そんな大それた褒め言葉をありがとうございます。そう、すごいね、動画 YouTube でめっちゃ検索して見ましたね。でも枯葉のステーションの私の帽子パフォーマンス、帽子がいっぱいあったでしょ、あれは無理でしょ、うん、ポルフ水いいライブでしたね、本当にいいライブだったね、楽しすぎたね。うん、そう、今日のステージは全員岩田日の音にぜひ見てほしいと思いました。いや、私もそれは思います。本当に今日のライブは絶対に、もう今岩田日ののことを1ミリでも好きなら見た方がいいっていうぐらい今日の写真は絶対に見るべきなので、 TBS チャンネルさんぜひ1月27放送でございます。またね、告知するね、来年だからさ、みんな忘れちゃうからね。ちょっと告知しますよ。そう、しかもさ、結構さ、ユニット曲もさね、岩田市に残るライブ、そう、本当に私がこの STU 人生を語るに、この合同ライブは必ずあのみんなに感謝の気持ち知ったんですよ、正直も含めて語りたい。もうね、面白かった、やっててやっててめっちゃ面白かった。うん、レッドポールさん頑張った、ありがとう。そう、いや本当にね、自分の中のアイドル史、自分のアイドル史の今までの中の既存曲がパレオしかなくて、超絶あの心に残ったライブになりました。パレオしかやったことなくて、なんかこのパレオ以外全部覚え直しだったんですよ。夜 STU の曲も公演だけしかない、なんか自分のポジションっていうのが順位なんか順位順だったから、逆にすごいこの1公演にめっちゃ全身全霊をかけてできた。そう、なんか2公演 ある時も全身全霊で1公演2公演できるんだけど、でもなんかもう本当にこれだけしかないんだみたいな、この感謝を伝えるのはこの公演だけしかないんだと思ったら、なんかすごいもうめちゃめちゃこの公演をめっちゃ楽しもう、盛り上げようみたいな気持ちでできました。あゆみと新芽なのにさ、謎に変わったりして、MC もたくさんで、ね、MC もたくさんで、そう、私最後なんかちょっと挨拶下手ピーになっちゃった、なんかごめんなさいって感じなんですけど、ペダルだけかな、一緒だったの。ああいうとこあるからね、頑張りました、本当に、ね、最後の最後でみたいなとこあるから、うん、しかもそれを1週間でやったからな、うん、うん、MC あんなに喋るのも初めてだった。ありがとうね、今日は初めて祭りやん。カラオケ配信でさ、やろうかな、踊り。いや、もう乗せてるかもしれないけど、明日には鍵穴もね、カホリンと一緒にやってし、カリアナステージよかった、嬉しい、みんながそう言ってくれてよかった、リクエストして、なんかソロ曲をさリクエストするの、なんか自分的にさ、なんかあんまり歌が上手じゃないからさ、私不安だったんだけど、でもそのこの合同ライブのなんだセットリストを考えてくださる方がソロをやってみないということだったので、そう、え、じゃあカリハのステージをやりたいなみたいな、レナさん好きだから、そう、なんかスキンさんのソロ曲ってなったら一番最初に私カリハのステージさんみたいな思いかな。そうだからね、そう言ってくれて嬉しい、みんなが激褒めしてくれて、うん、そんなことないよ。歌大丈夫だった、ライブ声取り率高い、そうなんだ、歌大丈夫、あ、めっちゃ上手に歌えてた、うわ安心する。自分が分からんのにも緊張しすぎて、なんか記憶が、わ、賛成可愛いの、チャックじゃない、ボタン閉めるの忘れてる、まあ、いいか、しょうがない。やちゃんが何目立つコンサート初めてやと思うから感動した、本当にみんなのおかげだよ。
うん、私が何かで1位を取れることはなかなかないですか。こんな風にねみんなが応援してくれたおかげですよ。ありがとう。達成感すごい。そう、歌練習したよ。めっちゃ練習した。もうずっと練習してた今日も。そうね、なかなか1位にしてあげられなくて申し訳ない。いやいや、あの皆さんね、私のことをね日々全力で応援してくれてるのはね、ちゃんと見てます、届いてます。今日はバズーカ4発射の衣装を着れてマジ嬉しかった。そう、あの皆さんがいつも応援してくれてるから今日は1位っていうこのライブをできたわけだから。ショートパンツ最初履いたんですけど、だからエチエチすぎて STUNG が出ちゃってスカートだけジュイナさんのやつじゃなかったんですよ。で私がそれをね、みたいな、別に出したいのにみたいな、石田ひなちゃんかっこよかったよって、ありがとう。ジュイナさんの衣装のベルトだけこのスカートに移植してくれて、そう、ちょっとジュリナさん仕様にしてくれたの。センターやるのすごい不安だったけど、でもみんなが見に来てくれたり、ね、ジュリナさんのすごい応援してくれるメッセージ送ってくれたからね、できた。お星様いっぱいです。本当にありがとう。ハート。カレアのステンションの話だけど、今度の話会全部話せる。そう全部話してくれじゃん。うん、遠くから得る。もう24歳の中田しおしにしてもしょうがないもんね。ジュイナさんのがいいのに。えだけスキー楽曲覚えるのとスキーメンバーとの完全混合だから相当練習したのかと思います。頑張りました。ハッピーランキングのダンス、私めちゃめちゃサビの振り付け忘れちゃうの。えだいさん、もうそこだけが今日間違えなくて幸せって思った。なんか自主練で何回練習してもハッピーランキングの1サビのこれになってこれになるのができなくて、そう、あーもうってなってたんだけど、今日はなんかできたわ。本番に強いタイプかもしれん。 SK さんのでしたね。うん、そう、ガイドしていこうぜ。はそうだな、もうなんか楽しい、あの歌もダンスも全部。そう、いつでも今日が最高だもんって感じ。だったね、本当にめっちゃ最高。あの曲をやることによってなんかボルテージ上がった。めっちゃ楽しかった。うーん、お腹が鳴った。そう、今日のコンサートの話だけど、お話か1年話せる。本当に1曲ずつ語っていきたいよ。それな。マジでマジでやばいよ。でもとにかくね、今はねこのコンサート新曲何個やったんだ。カオタン散歩時です。新曲何個やったんだ私ね。ね、何個待って、恋出していこうぜ。今ストーリーにあげてます。ちょっと待って、5曲は絶対やったんよ。1日に5曲覚えんやん、元気があって。5曲を絶対に覚えたんやん、楽しく。その後に2曲ユニット曲があったでしょ。ウィンブルドン青やるのは初めてだったの。黄色とピンクをやったことあるけど、青やるのよは初めてだから覚えたね。あとカラーのステーションも覚えた。ちょっとしか振りないんだけど、歌を覚えるのが大変だったこれ。あとだからつまり何曲や覚えたんや。7は絶対に覚えて、何覚えたか分かんないもん。いや、ごめんね、ちょっと覚えすぎて。何が何だか今
話題性のあるうちに載せたくて、そう1日で5曲覚える日はひなもう覚えれないと思ってた最初の2曲覚えれても残り3曲は多分覚えれてないと思ってたんだけど意外とできた。今ね今夜でドリームの衣装を載せたよ。意外とできたな本当に。私が今までアイドル活動を頑張ってきたからそうそうちゃんとやってきたからね。伊藤今日関係ないけど、おにゅうのまきも、え、いや、おにゅうのまきはね、青やったことないと思うんだけどな。黄色は絶対にあるんよ。衣装着た気覚えとる。ピンクもあるんよ。うん、青やってないね、おにゅうのまきは。青やらながち。ピンクが黄色にされがちだからやっぱ。そう行きたかったよ。また TBS チャンネルでも配信放送されますのでぜひぜひご覧になって今日のひなちゃんの頑張りを。ひなちゃんも見る絶対絶対に見る。なんかもう絶対に見るの気持ちいい今日の頑張りをみんなに見てもらいたいオープニング衣装そう TBS の1月27日の午後8時ね午後8時です。録画してください。うん視聴配信するよワンちゃん。え今何時何分だろう大丈夫かな時間。なんか今23時42分、うん、おおありがとう。あしあしねえまたアナウンスしますね。26日ぐらいに明日はハートがドイルスの衣装めっちゃ可愛かったよ。え本当？うんなんかねもう足が長くて細くてって感じだった。福ちゃんのもうスタイルが際立ってた。私今日天使の尻尾に挟まれてたのよ、うん、あの時だから不安で不安でもうめっちゃ可愛かったよ。スタイルの良さが際立ってた。最高だった。あの衣装可愛かった。羨ましい。ハート型ウイルス着たい。いつかなんかああいうの作ればいいのにね。うちもえ欲しいね。キャンディーみたいな衣装欲しい。え欲しい。ジッパーやりたいやりたいやらせてくれ、ね、昨日ジッパーやるってなったらマイナス5キロはできる。確かにみんな痩せるよねマジでみんな痩せれると思うからやってほしい。ダイエットさせてほしい。私にお菓子減らんくなるよねマジでジッパーやるからなみたいな。いや本当にそうジッパーやるってなったらねさすがにねみんなダイエットできるから確実にダイエットだね。本当モチベになるんけんやらせてほしいな。私の卒業コンサートでやろう。えっひなちゃんウィンブルドン一緒にやりたいその時。えめっちゃやりたい。それはそうやろうやろう。うんえ卒業なんであの3人でやって。えやりたい。え僕ないえもう初期の僕の嫉妬の人からしたらもういやもう涙出るよあの頃のあの頃のライブ見とる人涙出とるよもううんそうそうそうまだまだよそうでもやりたいねって。お再発動したおめでとう。恥ずかしい気外したナプキンよいしょ。ゆうちゃんそこからヨボヨボじゃない。ピチピチのうちに卒業できんかもしれんけどみんな見てね私のヨボ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 ひどい。永遠の17ちゃんなんだから失礼しちゃう。あらおばちゃんすみこ暮らしたわありがとう。あーかわいいね。すみ
箱暮らし。ありがとう。ウィンブルドン可愛かった。嬉しい。もうね、ウィンブルドンやるときはね、キュルキュルでやるって決めてっから。SKE のオーディションに落ちたけど、落ちたけどさ、なんか2ヶ月連続で SKE のライブ出れてるんだよね。おばちゃん、そういう運命もあるんだなと思って思うと、なんか何事も諦めちゃダメだなと思う。だってさ、なんか夢が叶うことができて、いろいろあるんだなって思いませんか。なんかあ、そうともりょうさんも眠ったね。あといっぱい1,2,3 バズーカいつもありがとう。キラキラ。はい、おばちゃん。サミック暮らしたわ。ありがとう。覚えらんない。今回の曲ちょっと私がね、輝きを放つからね、見えにくいと思うんだけど。ありがとう。たまに出る、出させていただくぐらいで、ちょうどいいかもしれないです。うんうん。大丈夫、ランキング読む時間教えて、みんな。そう、いや、私なんか、私的にはなんかここで3回できた輝いてた。ありがとうね。ありがとう、今日もね、いつもね、応援してくれてありがとうね。それが結構そう、可愛い声の彼がのステージを今日一応そう、なんかね、で、その歌の練習するときに、なんかあのセリフの部分あるじゃん。いや、そうひなですみたいなとかあるじゃん。ちょっと今やるの恥ずかしいんだけど、あそこはもう死にそうな感じの声を出してって言われとって、そうそう、なんかもう今にも消えそうな感じ、声でって言われて、うんうん、すすす、うんうん、うん、ちょっとカホ旦那でした。カホに今日もお色気ムンムンお姉さん、いちいちお姉さんでした。本当に推しメンなんですが、これから SNS を追います。うーん、面白い。ね、本当に調べたくさんやってよかったと思った。嬉しい。みほりんのことも伝える。いや、そう、みほりんがさ、昨日わざわざ LINE くれたから、どっか行こう。よかったね。サセかわいいね。そう、サセかわいいよね。衣装もどっか行こうしたし、楽曲もどっか行こうして。でもスキーさんが暗闇やってやりたいって言ってくれださってた方が多かったみたいで、それも嬉しいですね。私も暗闇が結構 ST の楽曲の中でも入れのある楽曲になってるのでね。リッチやつの気持ちすごく伝わってきました。嬉しい。もうね、すごい伝えた今日は。もう全身全霊でね、頑張りました。うん、そう、達成会いいね、リクエストしたんですけど、よかった、みんなが達成会いいよかったって言ってくれて、ルンルン、うん、そう、うん、倒れそうなのかわいかった。嬉しい。衣装、あんなキュルキュル衣装なかなか見れないからね、みんな倒れないか心配だったよ、私も。うん、また見たいミニスカ。そうだね。でも今日ね、いっぱいね、もう
いっぱい写真撮ったの。そう、今日いっぱい写真撮ったの。あの本当に衣装可愛すぎてね、もう死ぬほど撮ったかな。そうなので明日ねいっぱい X に連投して、あのインスタにはちゃんとおしゃれな感じのスタイルインスタはちょっとまた後日になっちゃうと思うんですけど、そうめちゃめちゃね連投すると思うんでよろしくお願いしますね明日は。うん、大量投下します。うん、あんなに可愛い衣装着れたのは撮らなければと思ってうん、そう本当にね可愛い衣装着れたのみんなのおかげやから、楽しみ、明日楽しみにしといて。ルン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 、インスタガチ、インスタガチ勢なんでちょっとおしゃれなものしか載せたくないんでこだわり強い気、義務感助かるそう本当に義務感あった、この衣装を着たのならばめちゃめちゃに写真を撮らなければという義務に襲われていっぱい撮りました。クラッシュの青珍しいね、今回青多いコートの珍しく、一番最初の衣装もさチョコミントみたいな色のね、なんかちょっと青っぽい感じの色で、次来たウィンブルドンも青の衣装だし、これは青ではないけれどもね、でもあの衣装着れたの本当に嬉しくって、なんかこのコルセットみたいなやつあれ嬉しすぎた、なんかうわーこのコルセットみたいなやつうわーこの上品な、なんだお嬢様みたいな日傘みたいなやつみたいな傘かな、帽子、そう超テンション上がったな、もう本当にね、レナさん着てたやつだと思って、うん、ほんまにね、ちょっとなんか言い方わからんかったん、コルセットみたいなやつ嬉しい、そう、ね、オフランス、オフランス、確かオフランスのやつ、お人形さんみたいな衣装。あら、リミンさん、すみっこ返しちゃうやつ。すみっこ。気づきましたか？ちょっと写真載せるね。そう、うん？嬉しい。今日 S10 初めて見ました。色ちゃん可愛かったですって。嬉しい。押してね。そう、ありがとう。また見に来てね。みなみちゃんがどうして NG って言ってると今聞きました。NG っていうか、ミブルドも印象的やった。私は部屋をめっちゃ熱くするのにみなみはめっちゃ寒くするから。私たちどんなに仲良くても絶対一緒に住まないとこって決めてるの。うん。あとね、エシーさんの賛成可愛いの衣装もめっちゃ可愛いから。うん、全部可愛かった。アンコール衣装もね。マジで生きていく環境が違う。あのスカートが。ゾウぐらい違う。何の衣装なんだろうね。すっごい見たことあるんだけど。あのね、スカートが、ね、衣装だから。エシーさんの。あ、何の衣装だろう、なんかすっごい見たことあるのにな。そう、生息地が違うの。ゴードライブって素晴らしいね。SKE のファンの皆さん、SKE さんのファンの皆さんもね、すごい知ってん？いただく機会になったので。ゴードライブって素晴らしい。うん。そう。周りの人声大きくて大声大会やってた。でも確かに今日ファンの人の声めっちゃ聞こえた。そう、すごい声量で聞こえました。やっぱ皆さんももう今日限りかもしれないと思ってめっちゃ出してたんだろうな。ツイート嬉しいよ、ありがとうね。うん、そう、 T シャツ破けてた。そう、肩破けてたの、 T シャツ珍しいでしょあれは STU の衣装なんだけどね、 PR 舞台が着てた衣装かな。そう、うん、PR 舞台のやつなの、実は。え、そうだよね。気づいたね。知ってるよ、いな、見てたもん。え、すごい、ちゃんと見てるよ。もしかして STU のお宅ですか？え、メンバーです。お宅同士の部屋だと思った。
ファンの人でも気づいてないと思う。すごいな。ちゃんと気づいてるよ。ちゃんと PR 舞台のやつかなと思って。すごい。え、そう。T シャツがね。ちゃんと覚えてますよ、あの衣装。あ、ね、あの佐藤かほさんが。この SU の肩空いてるアンコール T シャツ羨ましがってて、でも佐藤君さん腹出てたよ。そうだ、佐藤君さん自分で腹を出してたの。なんかあのメイクさんからあのゴムを2本借りてこうやってやるんだよって教えてくれたから私も SU のアンコール T シャツをこうやって佐藤君さん縛りしようかなと思う。よし、ランキング読みます。あ、ランキング読む時間？やばい、今日その下になんか3時間ぐらいショールームできる。やばいって、もうランキング読まないといけんの。1週間ぐらいかけて、ね、1月27日でまた話すから。え、確かに絶対話すね。話す、一緒に見たい。上尾、ありがとう。そう、にゃんしげきキラキラ衣装のしーちゃんがかわいすぎました。ツッキーさん、やっぱりセンターが似合う子なんよ。また絶対ゼロ番に一緒に出るのも景色いいよね。ありがとう、本当に応援してくれていっぱい。次にガミーさん、ワンタンキュー。ガミーさん、ナクトガシキルさん、ありがとうね、今日ライブ見てくれて。ジェジーツーさん、イナちゃんセンター見れて最高やった。いや本当に最高やったよ、ひなもセンターでできて。ありがとう。いつもの STU もいいけどさ、また10位リンリンさん、リンリンさんのことが好きなさん、ありがとう、本当にありがとうね。マイケイ泥団子さん、泥団子さんのことが好きなさん、ありがとう。また一つ成長された成功みたいな。8位ドリンさん、七七でおめでとうか。配信視聴今日で1000回見た。ええー、すごい、子さんオタク。配信大好きでいてね、これからも見においでね。おめでとう。いいね、今日はひなちゃんがね、合同ライブした日だし、旋回だし。続いてか、あ、ランキング変わっちゃった。10歳がツーさん、12がリンリン、リンリンさん言ったよね、甘やどりじんべい弟、ありがとう。リンさんのことお好きな。そう、みけちゃん頑張ったね、えらい。ジジイ、ザッキーさん、ジイ、ドロダンゴさん、キュイ、サマキさん、いつか一緒に表題センターたと並ぶね。今日表題センター立ててね、すごい嬉しかったですし、本当にありがとうね。一緒に立とうね。8位岩高信さん、ソロもセンターも最高の日の見れて幸せ。いや本当にもうソロもセンターもできるライブができて幸せです、私も。ありがとう。エポンドさん、最高だった、見れなかったからめっちゃ後悔するとこだって。でしょ、もう今日のライブを見れないのは後悔。そう、赤いガミさん、ゴイダリンさん、4位生徒教太郎さん、歴史にも記憶にも残るステージ頑張ったね。頑張った甲斐があった。でも本当にありがとう、見てくれて嬉しい。そして3位ライトポールさん、枯葉にめっちゃ感激、嬉しかったね、今も嬉しかった、できてありがとうね。におばちゃん、今日も可愛すぎて昇天しました。今日めっちゃ近く見えてたから昇天したね、さすがに。ありがとう。ステージがドロロロパパン、空飛ぶリオさん、岩田ひなのステージでした。ありがとうございます。皆さんのおかげです、本当に。こんなね、センターもたくさんできて、ソロもたくさんできて、MC もね、いっぱい喋って、煽りもしたりして、こんなにも、ね、私、なんだろう、私が引っ張るライブをやれたのは、本当に応援してくれたファンの皆さんのおかげです。本当に改めて、ありがとうございました。またね、みんな、本当に最高。